ただいまより、令和4年度、ルネサンス高等学校入学式を挙行いたします。皆様、ご起立ください。<laughs> 礼。国家。 成長。本年度は新型コロナウイルス感染防止対策といたしまして、成長は行わず、演奏のみとさせていただきます。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 お着席ください入学生と、子名、本日参加している入学生のお名前をお呼びします。 なお、新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、お名前を呼ばれても、起立や返事はしないようにお願いいたします。入学許可書、授与。入学生代表。工藤洋賀。 入学許可書、工藤洋画。上記の者、ルネサンス高等学校、普通科への入学を許可する。令和4年4月15日、ルネサンス高等学校、校長菊池勝人。 校長式辞、菊池勝人よりご挨拶いたします。式辞、春の雨に校庭の木々の目の色も鮮やかさを増していることでしょう。今日の良き日に、令和4年度入学式を取り行えることは誠に喜ばしく、ご列席の皆様、並びに関係各位に、 熱く御礼申し上げます。ただいま入学を許可いたしました皆さん、ご入学おめでとうございます。レーサンス高校は皆さんを歓迎いたします。また、お子様を長年支えてこられましたご家族や関係者の皆様、誠におめでとうございます。本校を代表いたしまして、心よりお祝い申し上げます。 ルネサンス高校は2006年にネットの高校の先駆けとして茨城県大醐町に創立されました。以来17年の過程で培われてきました教育のシステム、それとノウハウで皆さん一人一人の3年間が実り多いものとなりますようこれからサポートしてまいります。日々の学習だけでなく進路面などでもわからないところや 聞いてみたいことができたなら遠慮せずに先生に連絡を取ってください。ルネサンス高校で学ぶことの強みは自分のライフスタイルに合わせて好きな時間に好きな場所で自分のペースで学習を進めていくことそういうところです。ですから皆さんがルネサンス高校の門を叩いたということは1日24時間3年間約1000日 これを自由に使えるチャンスや権利を手に入れたということです。フルに活用していってもらいたいと願っています。そこで皆さんが充実したルネコ生活を送ってもらうためにアドバイスになればと思うことを二つ、今日のこの機会にお話ししてみたいと思います。一つ目は、まずは行動してみようということです。何か 新しいことを始めるとき、あるいは何かに取り掛からなければならないとき、私たちは、よし、やるぞ、といつも積極的に前向きになれるとは限りません。うまくいくだろうか、と不安になったり、気乗りしないことがあるかもしれません。そのようなときには考え込まずに、まず動き出してみようということです。これは、 アランの幸福論の中の言葉です。こちらを用意しました。こちらの方がアランです、えー。ペンネームで本名はエミール・オーギュスト・シャルティエと言います。今から100年前に活躍されたフランスの哲学者で、この本は文学的でとても美しく優しく書かれていることで、 世界三大幸福論の一つとされている本です。本屋さんでぜひ手に取って見てもらいたいなと思っています。彼はその中で演奏の前に緊張して舞台に立つ。これを怖がっていたピアニストがひとたびピアノを弾き始めると恐怖心を 克服してしまう。そういう例を挙げています。そして、ピアノを弾く、その指の筋肉のしなやかな動きがかか、彼の心の硬さ、これをほぐしたのだと述べています。アランは、私たちの心の動きと体の動きはつながっているのだから、この仕組みを大いに利用しなさいと言っています。彼はまた、私たちの態度や仕草、 姿勢、そして呼吸、また表情によっても感情はコントロールできるものだというふうに言っています。幸せだから、だから笑うのではなく、笑うから幸せになれるのだと。この私たちの体の動きや状態が心に影響を与えるというのは最新の脳科学の研究の成果の一つでもあります。やる気も同じです。やる気が出たからやる。 というのではなく、やり始めるとやる気が出てくるというのもこれに当たります。ぜひ覚えておいてください。お伝えしたい二つ目は、こだわりや好き。これを大切にしてもらいたいということです。私たちはそれぞれ多様なあり方を持っています。これが認められ、そして社会に生かされる、そういう時代になってきました。そのような中で重要になってきているのが、 自分の中の好きやこだわり、これを大切にすることだと私は思います。自分はこれが好きだ。これをしているとワクワクするんだ。こういう気持ちは誰かに言われて感じるものではありませんし、好きなものには自然と興味が湧いてくるものです。またそうやって何かに夢中になっている皆さんは、周りから見たらとても魅力的に見えると思います。 そこから始まる交流は皆さんの関心や意欲をさらに高めていってくれるでしょう。そのような良い循環を作り出していってもらいたいと思います。多様性というのは皆さんの一人一人の中にも眠っています。この急激に変化していく社会、この中での皆さんの多様性、これを伸ばすことは柔軟性にも、皆さんの柔軟性にもつながっていきますので、好きこだわりを大切に していってもらいたいなと思います。ただし、自分の周りにいる人たちも皆さんと同じように多様な、そしてかけがえのない存在であることを忘れないでください。周りにいる人たちに支えられて、そして認められて、こそ、私たちは他者を尊重していくところに本当の成長があると思うからです。まとめますと、好き、 いやこだわりを大切に、まずは行動していこう。そういう3年間にしていこうということを皆さんにお伝えしたいと思います。私の伝えたいのはこの2つです。はい、ますます予測のできない世の中になっていくって言われます。しかし、それは可能性に満ちているということだと思います。 失敗を恐れず、やりたいことには積極的にチャレンジする。えー、そういう3年間にしてください。そこから生まれる情熱は皆さんのこれからのいろんな困難、あるいは苦難、これを乗り越える、そういう力、エネルギーになっていくと思います。喜びは行動と共にやってくる。これも今紹介したアランの言葉です。 さあ、今からルネコ生活のスタートです。ポジティブに行動し、達成感のあるルネコ時代を作っていってください。結びになりますが、ルネサンス高校はご家庭との連携を取りながら教職員一同全力でお子様の成長を支えて参りたい、参、ま、る所存でございます。保護者の皆様におかれましては、本校の教育活動につきまして、 何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、式辞といたします。令和4年4月15日、ユネサンス高等学校校長、菊池克彦。 ネサンス高等学校を設置いたします。ブロードメディア株式会社を代表いたしまして、取締役社長、橋本太郎よりご挨拶いたします。 <laughs> 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。また、保護者、ご家族の皆様にもお喜び申し上げます。このコロナの中で迎える入学式でございます。過去2年間、非常にこう限定的な形でやっていたのに比べると、 今日は足元が悪い中、皆さんお越しいただいて本当にありがとうございます。すでによくご存知の通り、ルネッサンス高校は通信制の高校です。従ってコロナの影響はおかげさまで限定的であります。授業は滞りなくオンラインで行われ、スクーリングは別の形であるケースがありましたが、基本的にはきちっとした教育過程をですね。 消化していくことができています。この通信制であるということは、この学校の強みになっています。しっかり自分のペースで勉強ができる。そういう形で、この4月から学業に取り組んでください。この自分のペースで勉強ができるということは、まあ、さっきの校長の話にもありましたけれども、時間をうまく使うチャンスがやってきていると思ってください。 このまで皆さん、小学校、中学校、基本的には教室の中に閉じ込められていたと思うんですが、これからは、この学校では、あなた方が自分たちで自分の時間割を作る。それができます。何ができるかというと、これは多分入学してすぐわかると思いますが、もうすでに様々なことをやっている生徒がいます。勉強だけではなくて、芸術活動や芸能活動、あるいはスポーツ。 まあ最近で言うと e スポーツといったところにですね、ものすごい時間を費やしている生徒が多数います。つまり、やりたいことをやってるんですね。で、このやりたいことをやってる人というのは、人と違った存在になっていく。やっぱりちょっとあの子変わってるよねって言われることがあります。で、それで全然構わないんです。人と異なっていること、 とといいうのはは人に劣っていることではありません自分がやりたいことをやることで多少人に理解をされないこともあってもそれに一生懸命取り組めば周りも理解をしてくれますですから皆さんはやりたいことがやれるチャンスを十分に活用していただきたいと思っていますでも勉強もやってくださいやっぱり高校ちゃんと卒業するとですねこの国ではそれが大人への通行パスになります 18歳で成人する時代になりますから、それはとても大事なんですね。これまでの高校生とは違う高校生にならなきゃいけないんです。学校出たらすぐに大人です。そういう時代になっています。ですから、やりたいことが見つけられる人はとても幸せなんです。やりたいことがなかなか見つからないという方もいると思います。大丈夫です。3年間という時間は、考える時間としては結構長い。 いろいろなことを考えて未来に向かって踏み出す時間として使ってください。また、あの、今日お見えになってくださっている方以外にもたくさんの生徒がいて、えー、残念ながら病気にかかっている方もいれば体調が良くない方もいるんですね。でも、通信性のいいところはそういう人にも高校生活を楽しむチャンスが十分にあるということです。 ですから、周りにそういう方がいてもですね、それはそれで温かく見守るということを、ぜひ心がけてください。その、まあ、病気の療養で3年間過ごす方もいるんですけれども、立ち直る方もたくさんいて、それが僕らの喜びでもあります。あと、その、いろんなことをやりたい、やろうという。 そのこれまでの学校で一番の問題はですね学校には校則というものがあって校則がそれをやっちゃいけませんというケースがいっぱいあったんですねルネッサンス高校には理不尽な校則は一つもありませんですから皆さんがその気,気にかけなきゃいけないのは日本国という国の法律あるいは例えば大子、えー、町とか東京都で言えばですねそれは条例という形で 地域が決めた取り決めというのがあって、そういう法律は守ってください。でも、学校がいろんなことをですね、法律と無関係に決めて強制することはありません。自由に自分がやりたいことにチャレンジする道があります。このようにルネッサンス高校はですね、自由と、それから皆さんが一人一人が やり,たいやりたいことがやれるような、そういう環境にものすごく心を砕いています。自由と多様性というのは、この学校をですね、17年前に作った当初からの私の大きなテーマです。今日こうして多くの生徒が入学式に参加していただいていますが、今でも覚えています。17年前、この学校を作った時の入学式の生徒、えー、何人かわかりますか 今、こんなにいっぱい並んでますけれども、二人です。二人の生徒に100人ぐらいの方が押し寄せたっていう、そういう入学式でした。そこから長い道のりを経て、今現在、皆さんを含めてどうでしょう。7000人近い生徒が、姉妹校二つとともにですね、あの、いらっしゃいます。で、その卒業、卒業した生徒の数はですね、2万人に達しようとしています。 それなりの規模になったことを大変嬉しく思っています。それだけ自由を満喫した人が世の中に出てったと思うだけでもですね、僕としてはとても嬉しく思うんですね。<coughs> ルネッサンス高校はここから皆さんを応援してまいります。ご家族の皆様にもご協力をよろしくお願いいたします。 コロナの話をしていますけれども、それに加えて、ウクライナの侵攻があり、経済が混乱してインフレになろうとしているという非常に難しい時代に君たちは高校生になりました。君たちが卒業するまでにですね、世界がどうなっているか、これもまた大変不透明な、そんな時代です。でも、やっぱり元気に明るく過ごしてください。それによって君たちが 未来を開くんだということを自分たちで感じるぐらい元気にしていただければと思います。いつも元気で明るく。これはあの、豊田高校、ルネッサンスの豊田高校を創立したメンバーの一人が大先生ですけれどもずっと言ってたことなんですけれども、まさにそれも一つこの学校のモットーでもあります。さあ、皆さん、ルネッサンス高校へようこそ。ご入学、誠に、 おめでとうございます入学生司会の言葉 暖かな春の訪れとともに、私たちはルネサンス高等学校の入学式を迎えることができました。これから3年間への期待や不安、希望に胸を大きく膨らませています。ルネサンス高等学校では自分の時間を有意義に使うことができる環境があり、私たちの持つたくさんの夢や目標に費やすことができます。超えなければならないハードルもあると思いますが、 ここにいる仲間や全国の仲間たちとお互いに助け合い、乗り越えていきたいと思います。時にはくじけそうになったり、壁にぶつかってしまうこともあるかもしれません。その時は先輩や先生方、そして保護者の皆様に相談させていただくなど、お力をお借りしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。最後に、ルネサンス高等学校の卒業の日には、 高校生活がとても充実していたなと思えるように日々努力し、精進していくことをここに誓います。令和4年4月15日、新入生代表清麻里、木田溜まり、 以上をもちまして令和4年度ルネサンス高等学校入学式を閉式いたします皆様ご起立ください <laughs> 礼ご着席ください えこの度はご入学おめでとうございます。共、え、闘、ー、しております、長沼と申します。えー、教科は英語をやっておりますので、えー、皆さんがスクーリングに来た際、えー、英語の授業も担当させていただきます。あのー、私普段第五で勤務しているんですが、まあ、この東京と違ってですね、まあ、特に何があるっていうわけではないんですけれども、あのー、すごく楽しいところですし、えー、我々もすごく楽しい、 スクリーグをできればなと思っておりますので皆さんどうぞ楽しみにしていてくださいこれからもどうぞよろしくお願いいたします、えー、ご入学おめでとうございます、えー、保健体育を担当しております佐藤と申します、えー、運動が好きな人嫌いな人もいると思うんですが、えー、体育に来た時には楽しく取り組めるように心がけてますので一緒に運動できたらなと思ってます3年間あの一緒に えー、精一杯取り組んだことを作っていけるようにサポートしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご入学おめでとうございます。英語を担当しています、中谷光恵と申します。スクーリングに来た際は、ぜひお気軽に声をかけてください。よろしくお願いします。社会科を担当いたします、横山武史と言います。よろしくお願いします。えー 動物、特に猫とゲームが好きですので、もちろん勉強のことも相談してもらっても構いませんし、そういった趣味の話でも盛り上がれると嬉しいなと思っています。ぜひよろしくお願いします。はい、えー、高津戸笹根と申します。第五校の方で養護教諭をしております、えー。皆さんのルネコ生活をサポートできればと思っています。よろしくお願いします。 はい、えー、ご入学おめでとうございます。えー、保健体育課を担当しております、鶴田と言います。えっ、ー、と、野球部の顧問もしております。えー、好きなキャラクターはつばくろうです。よろしくお願いします。はい、この度はご入学おめでとうございます。理科を担当しております、坂本と申します。 えー、大学は気象学を専門としてたので、まあ短い日数であるんですけれども、天気とか明日の天気気になる方は私まで聞いてもらえたら、服装とかもお伝えしますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、ご入学おめでとうございます。 え、地歴公民化を担当しております、え、奥田と申します。え、私はあの、この4月に、えと、ルネサンス大阪高校から、え、転勤で、え、参りました。え、4月から新しい生活が私も始まったんですけれども、皆さんと一緒に、え、3年間、充実さ、生活を送っていきたいなと思っております。あと、それと、あの、新の指導の方もやっておりますので、また何かありましたら、ご相談いただければと思います。どうぞ、これからよろしくお願いいたします。はい、えー、皆さん、こんにちは。 えー、この度、ご入学おめでとうございます。えー、伊藤拓也と申します。で普段は、えー、新宿予備キャンパスというところにおりまして、えー、皆さんのことサポートできればなと思いますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。えー、新入生の皆様、保護者の皆様、えー、本日はご入学おめでとうございます。えー 養護教諭保健室の先生をしております。春山愛と申します。え私も普段新宿代々木キャンパスにおりまして、えー、皆さんの高校生活充実したものになるように、えー、全力でサポートをさせてもらえればと思います。よろしくお願いいたします。はい、えー。ご入学おめでとうございます。ばんばと申します、はい。担当教科は理科と数学です。 え、進路指導部も行っております。え、々木キャンパスに勤務しておりますので、皆さん気軽にお声掛けください。よろしくお願いします。はい、皆さんご入学おめでとうございます。えー、国語科を担当しています。西村由美香と申します。えー、私は生徒の皆さんとお話しするのがすごく好きなので、えー、新宿代々木キャンパスに来た際、またスクーリングで会った際は、えー、ぜひ気軽にね、話しかけていってください。 どうぞよろしくお願いします。はい。皆さんご入学おめでとうございます。新宿遊戯キャンパスで、春山先生と同じ保健室の先生をしております、足間香里と申します。 普段は新宿代々木キャンパスにいるんですが、まあ横浜に行ったり、スクーリングの時皆さんと大醐に行ったりして、まあ3年間皆さんの心と体の健康をサポートしていきますので、一緒に3年間頑張っていきましょう。よろしくお願いします。 えっと、最後になりますが、えっと、皆さんご入学おめでとうございます。私はですね、えっと、おそらく皆さんが嫌いであろう、苦手であろう、数学を担当しています。スクリーリングで聞くとですね、8割ぐらいの方がこち苦手ですと、嫌いですとこう言われてしまうんですが、あの、ま、ぜひね、スクリーリング来たときは楽しく授業ができるように、あの、一緒にできればと思います。で、えっと、ま、数学担当してね、中島と申しますので、改めてね、皆さんよろしくお願いします。 そしたらですね、以上のあの教職員でですね、あの皆さんのね、これからのあの、高校生活をサポートさせていただきますのでね、あの、どうぞあの、よろしくお願いします。さあ、先生方は、はけていただいてお願いします。どうぞ。 この後ですね、ちょっとあの、部活動とですね、あの、ちょっとイベントの紹介をさせていただきます。で、最初ですね、あの、野球部のちょっと紹介をさせていただきます。えっ、ー、と、鶴田先生、お願いします。 はい、えー。すいません。えっと、先ほどご紹介させていただきました、えー、保健体育担当、えー、公式野球部顧問の鶴田と申します。えー、皆さん、ね、高校入学して、えー、あれやりたいとか、えー、これやりたいっていうのはね、おそらくあるんじゃないかなと思うんですけども、えっと、実は、あのー、公式野球部をですね、えー、去年の4月に創部をしまして、 実際に、茨城県の高校野球連盟にも所属をしました。えー、連盟に所属をしているということは、えー、皆さんね、あのー、こう夏の時期とかにこうよくテレビで高校生が野球やってるの、ね、甲子園球場でやってるのを見て、えー、見たことがあるかなと思うんですけども、ね、あの大会に出場する資格があるという学校です、るね三ン高等学校は、はい。ですので、えっ、ー、と、現在ですね、あのー、<laughs> 野球って9人でやるスポーツなんですけれども、えっと、今6名しかいないんですね。はい。なので、あの、ぜひ、あの、まあ、高校で、えーまあ、野球やったことないよっていう人でも、ちょっと、友達を作りたいとか、えーまあ、体を動かすの好きだからやってみたいっていう人は、えー、ぜひ、谷野先生にお話をして、えー、入部をしていただきたいなと思っております。実際に、えー、今、 えー、6名と、えー、先ほどお話ししたんですけれども、えっと、うち1名は、えー、女子生徒になります、えー。実際に野球はやったことない、やったことがない生徒なんですけれども、ね、まあ、もともと体を動かすのが好きで、えー、一緒に、男子と一緒にキャッチボールをしたりとか、えー、ボールを取ったりとか、えー、バットでボールを打ったりとか、っていうことをしています。はい、ですので、えー、っと、 まあ、ぜひね、あのー、今年の1年生にはたくさん入部していただいて、えっと、まあ、練習してる場所はですね、え、主に、えー、昨年度は茨城県の西の方とか、えー、南の方が中心だったんですけれども、えっと、参加される、こう、まあ、部員の住んでる地域によって、えっと、練習する活動場所も、毎回変えていきたいというふうに思っています。はい。ですので、えー、ぜひね、友達作りたい、野球やりたいと、 いう人は、入部の方をよろしくお願いいたします。帰りにですね、えっと、出口のところに野球部のチラシがありますので、えっとまあ、どういう部活なのかなと、っていうのをちょっと、もしよろしかったら見ていただきたいなというふうに思っています。マネージャーも募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、以上になります。 はい。ありがとうございます。で続きましてですね、えっと、マインクラフト部ですね。ちょっと紹介させてもらえればと思います。ばんば先生、横山先生ですかお願いします。あ、あ、あ。はい。えっ、ー、と、マインクラフト部の顧問をしてます、ばんばと申します。はい。えっ、ー、と、ま、皆さんにはですね、あの、担任紹介文の中に、あの、チラシをあの入れさせていただきました。はい。 えっと、完全オンライン上の部活であって、全国の生徒がね、参加できるという部活になっています。はい。えー、詳細については QR コードをね、えー、読み込んでいただければと思っています。で、えー、もしね、えー、入部したいなっていうことであれば、私までご連絡ください。はい、もう一人の顧問を紹介します。はい、どうぞ。はい、えー、横山と申します、えー。マインクラフトというゲームの 部活ですね。マイクラブといきなり言われても、んって思った方もいるかもしれませんが、えー、ゲームをみんなで一緒にやろうっていうような部活です。でもちろん、あのゲームの、その部活の活動の中でみんなで協力してやっていくっていうところでコミュニケーションが生まれたりとかっていうところを目的に考えていたんですが、中には仲良くなってね、プライベートであの自分たちで時間を作ってゲームをする仲間ができたりとか、あとは通信制の学校なので同級生もそうですし、先輩後輩とのつながりってなかなか作りにくい。 ですよね。でも、仲のいい先輩ができて、卒業式の日に、みんなで何かサプライズをしてあげたり、あるいは後輩にものを教えてあげたりとか、そういった、なかなかこう、人との関わりじゃなきゃ、学べないものというものも体験できるような部活になってます。よかったら、バンボ先生にね、連絡をしてみて、遊びに体、体験会でいいのでね、遊びに来てみてください。以上です。いありがとうございました。